こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコレクトリダイブライブ配信始めていきましょう。行ってみましょう。イベントです。ネピアだ。いきなりなんか出た。驚いた。この私にサプライズしてくるなんて。いや、驚くよね。なかなかやるじゃない。どう考えても不法侵入なことには目をつぶってあげるわ。あんた誉れよね。ドラゴン族の。何のよ。面白いことって何？その尻尾どうなってるの？寝るとき角邪魔じゃない？そっちのチビドラゴンを噛んだりしない？好奇心が爆発してるね。でもちょっと待ってくれるかな。これに関してはアメスちゃんにも伝えておきたいんだよね。あいつに言おうなら私がガイド養成用のチャンネルで呼んだぎようか。ああ、どっちも大丈夫だよ。外は暑いし、通信だけで呼びつけるのも悪いでしょ。だから、こうしちゃおう。強制呼び出し。ありがとう。じゃあ、次の曲は…なんでよ。どうしてあんたがここにいるの？私呼んでないわよ。逆に呼んでる？コマレが？はあ、私とあんたのつながりを利用したってわけね。あいつほんと油断ならないわね。それで美食殿のギルドハウスに来いっていうのね。
これでも私いろいろと忙しいんだけど、まあいいわ。最近ネビアの様子も見てなかったし、顔を出してあげる。わざわざこうしてお願いしに来たわけだしな。それじゃまた後でね、バイバーイ。これ言っとかないとここでの会話の終わりって気分にならないのよな。ソルジェネレーター。あ、待って、ホマレ、やっと起きた。あんた接続を切ってから目覚めるのが遅いわよ。私が先について話を始めるところだったじゃない。眠りを利用して接続してるから起きるのにラグがあるのは仕方ないけど、要はあんたがもう少し寝起きを良くすればいいのよ。毎朝毎朝コッコロタに起こしてもらっちゃって羨ましい。妬みが漏れてるわよ、フィオ。そろそろ話戻していいかな。意味深にソルジェネレーターとか言ったのに放置されててちょっと恥ずかしいかも。悪かったわね。改めてお願いするわ。じゃあ分かりやすく始めから。みんなはおかしいと思わない？ここ最近のランドセルの天気。おかしいなんてもんじゃないわ。暑くて暑くて嫌になりそう。だよねだよね。この気温って多分この町に設定された上限を超えてるんだよね。だってこれまでずっと過ごしやすかったでしょ。あんたはまた気の臭いことを。で、ここからが大事だよ。原因、これじゃないかなって思うんだよね。それって、システムコンソール？しかもこれ、環境システムって。うん、環境システム、ソルジェネレーター。もともとはカイザーインサイトが管理してたものみたい。機能としては名前通りに環境調整、天気や気温の設定、それに加えてある程度なら街の構造も変えられるみたいだね。自ら神を名乗るくらいにはこの街を人の大勢住める環境にしてたものね。あいつは水道設備とかのインフラ整えたり、褒めてやるつもりはないけど。そしてカイザーインサイトは神の椅子を去り、その環境システムは放棄され、今こうして不調をきたしている。と、そういうことだね。時に、なんであんたがそれに気づくの？ん？ん？じゃないのよ。どうしてあんたが環境システムの不調なんてものに気づくのかって聞いてるの。そこに環境システムがあったから。格言みたいに言うんじゃないわよ。まったくもう。本来システムコンソールなんて普通の人が触るべきものじゃないのよ。それがあんたは。大丈夫大丈夫。ほら、その環境システム、普通の人が簡単には触れないように硬いロックがかけられてるから。私はノータッチだよ。触ろうとはしたみたいね。まあいいわ。教えてくれたことには感謝しておく。どうせ私にも管理権限はないだろうし、後でアキラにでも丸投げしておきましょう。あれ、このシステム、管理権限が私にもある？何それ何それ、私にもちょっと見せなさいよ。へえ、環境システムね。ちょっと気温下げちゃいましょう。暑くてたまんないのよね。あ、こら、勝手に触るんじゃないの。街の気温を急に下げたりしたら住んでる人たちが混乱するでしょ。自然環境にだって影響を及ぼすんだから。って、あんたも触れるの？つまり
権限がガイド要請にもあるってわけ？なんで？どう考えても私たちには不必要なのに。多分だけど、カイザーインサイトの置き土産ってところじゃないかな。引き継ぎ先を用意しておいたとか。抜け目ないよね。それはそれで面倒ごとを背負わされた気がするわ。これに関しては私が何とかしておくから。誉れ、あんたはこれ以上システム側に踏み込まないこと。はーい。全くもって信用ならない返事をどうも。いや、それよりもっと不安なのは。え、何よフィオ、なんでこっちを見るの？いいいいネビア、この環境システム触るんじゃないわよ。絶対絶対によ。はあ、ちょっとフィオ、それは失礼ってものじゃないかしら。私だってガイド要請よ。自分に与えられた使命忘れちゃいないわよ。ネビオ、ごめんなさい。そうよね、疑っちゃって悪かったわ。妹は信用しないなんて姉失格ね。何殊勝なこと言ってんのよ。あんたは立派なお姉ちゃんじゃないの。うんうん、姉妹の絆っていいものだね。じゃあやりますか。夏？ああ、もうそんな季節なのね。私は別にいいわ。やることが他にもある。
エンチャントアロー楽しくなってきいかも。全力でキープ。私のエンチャントシュートアロー。うん、とってもいい感じ。エンチャントアロー外します。エンチャントアロー、どんどん行くか。外します。エンチャントアロー、シューティングスター、シューティングスター。イエーイ、ピースピース。一問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 。外します。エンチャントアロー外します。エンチャントアロー、シューティングスター。報酬があるようです。確認してみてください。今年の夏は私と一緒に焼けるような体験をしちゃおう。水着で海水浴、花火も、そういうのも夏らしいね。わかる。でもね、実は今漫画の締め切りが迫ってるんだ。焼けるような体験しよう。暇で退屈で手持ち無沙汰だわ。夏だっていうのにこれじゃ良くないわ。良くないわよね。だからこれから私が何をするとしてもそれはガイド妖精の使命ってやつだから、そういうことでよろしくね。
じゃあ行きましょう。イベントストーリー。おい、なんだよこれ、どうなってるんだ。今日はずいぶん涼しいと思ったら、昨日までこんな水路なかったわよね。私、夢でも見てるのかしら。ああ、派手にやっちゃったね。ほまれ、ずいぶんいいタイミングで来るもんな。あんたこうなるって分かってたでしょ。昨日のネディアちゃん、何かいたずらを思いついた時のイノリちゃんと同じ顔してたからね。だから念のため様子を見に来たんだけど、予想以上だね。ランドソルの構造を根本的に変更してるのかな。道を完全に水路にしちゃってるね。水質は海水だね。これ海とつながってる。それなら何度も試したわ。ネビアのやつ、ご丁寧にも環境システムの管理者権限を自分だけに移して、他の誰にも触れないようにしてあるの。ほんと小賢しいったらないわ。ああ、もうあの子ったら何を考えて。そんなの決まってるでしょ、ネビア。やっほー、ビオ、いい天気ね。実にいたずら日和だと思わない？まさかあんた、いたずらのためにこんな大それたことをしでかしたっていうの？ええ、もちろんそうよ。私の趣味を忘れちゃった？お姉ちゃん？にしたってこれはやりすぎよ。どれだけの人が迷惑すると思ってるの？本当にそう？周りをもっとよく見てみたら。周りって、こうなったら脱ぐしかねえ。そういえば今年海に行けてなかったのよね。住んでる町でサマーバケーションできるなんて最高じゃない。これって正気じゃないかしら。今すぐかき氷の屋台の準備よ。たくましいわね、この町の連中。ノリで生きてるところあるよね。ほらね、みんな楽しんでるじゃないの。だからってやりすぎなことに変わりはないわ。今すぐ環境システムを返しなさい。こんな面白いものお蔵入りなんてもったいないじゃない。このネビア様が面白おかしく活用してあげる。ああ、私もこれくらい堂々とやっちゃえばよかったかな。そこ羨ましそうにするんじゃないわよ。ピオってば怒りもね。そろそろ私は退散させてもらおうわね。待ちなさい、ネビア。ちょっと、もう逃げ足の速い。通信はわけないか。どうしてくれるのよこの状況。環境プログラムがネビアの手にある以上、これで終わりとは思えないわ。何にせよネビアちゃんを捕まえるしかないよね。そうな、あいつの思惑通りって感じが否めないけど。あんた、いいえ、これは他でもない、私の妹のやらかしたことだもの。あんたに任せるってわけにはいかないよ。私が責任を持ってネビアを捕まえる。
あんたの気持ちはありがたいけど、これはガイド妖精が起こした問題よ。あんたはちゃんと夏を楽しみなさい。私といるより他の女の子たちと遊んだ方が楽しいわよ、きっと。ん？何が何でも手伝う？なんなのよ、妙に頑固ね。もう分かってないな。彼はね、アネスちゃんと一緒にいたいんだよ。え？そうなの？そりゃ、私だって。ううん、何でもない。まったく、お人よしね。ずっと前から分かってたけどさ。分かったわ。だったら徹底的にコキ使わせてもらおうよ。いつも通りにね。そうと決まったら、まずはいろいろと準備をしないとね。お前れ、あんたも一緒に来る気？というか準備って何なの？あつーい。こんなんじゃネビアちゃんを捕まえる前に熱中症で倒れちゃうよ。夏にふさわしい格好、特に水着とかに着替えたいな。なんでわざとらしい小芝居しながらこっちをチラチラ見るわけ？悪いけど私はそういうのパスよ。私はガイド妖精なのか。人も妖精も関係ないよね。夏といえば水着って相場は決まってるんだから。そんな相場私知らない。でも彼はもう着替えてるよ。こっちまで小芝居始めるの？いいわよ、分かったわよ。まったく、どうして私が着替える羽目に。いつもは他の子のを見てるだけだったけど、いざ自分が着るとなると恥ずかしいわね。あいつなんて言うかしら。お待たせ。ほら、これでいいんでしょ。長い付き合いのあんたにこんな姿を見られるなんて、なんだか妙な気分だわ。こそばゆいっていうか、ま、あんたは私の水着なんて見とって。見られてすごく嬉しい。そう。ああ、アネスちゃん照れてる。あ、ういういしい。でもそんな風にもじもじしてちゃダメだよ。もっと堂々と見せつけないと。おお、ありがとう。はあ、誉れ、一応言っておくけどこいつ何も分かってないわよ。お色直しは終わったみたいね。それじゃ派手に行くわよ。アメスちゃん、水着持ってたんだね。似合ってるよ。まあね。どこで買ったの？ねえねえ、どこで手に入れたの？そんなことどうだっていいでしょ。あんた、そんなこと言わなくていいの。へえ、いいな。自分で選ぶんじゃなくて彼に選んでもらったんだ。私も選んでもらいたい。あんた、私
をからかってるでしょ。うんうん、素直に羨ましいよ。アメスちゃんと君の関係、距離感っていうのかな。私はこいつのガイド妖精なのかな。ガイド妖精ね。はい、すみませんジュンさん、もう一度報告してもらえますか。はい、かしこまりました。では陛下、改めてご報告いたします。現在ランドソル城下町にて異常な現象が発生しています。なぜか町の各所に水路ができており、その流れる水は飛んだり跳ねたりしているそうです。その光景、さながらサマーリゾートのごとくと。深刻な口調なのに楽しそうな報告ですね。いやいや違いますよね。町の構造が変化って大変じゃないですか。町の人たちは大丈夫なんですか。はい、人々は水着に着替えて夏を満喫しているそうです。夏を満喫、たくましいですねこの国の人たち。でもそんなことが起きているのならじっとなんてしていられません。着替えを用意してください。水着です、水着を用意してください。決して遊びに行くわけじゃありません。お待ちください陛下。何分町の構造が変化するという油断のならない異常事態です。陛下にはここで対応策を講じていただかなくては。え、仕事してください。色は変わってる。見て見て、このお水入ると体がプカプカ浮くよ。うわー、私泳げないけど全然。あら、ほんとね。ちょっと心配だったけど、これなら私も子供たちも安心ね。たまには私も水着に着替えちゃおうかしら。いらっしゃいいらっしゃい。サーフボードのレンタルやってるよ。いい波来てるよ。はぁ、緊張感のかけらもない。町が突然こんな風になったってのに、ここまで動じないものなの？最近ずっと暑くて外に出られなかったからね。異変よりも楽しさの方が上回ってるんだと思うな。人間ってほんと不思議だわ。私からするとアメスちゃんやレビアちゃんの方が不思議の塊だけどね。許可さえもらえるならもっとお近づきになりたいな。不許可よ。もう釣れないな。でもそういう反応もそそられちゃう。あ、そこを曲がったとこだね。こっちはもっと水の流れを速くしてゴロゴロゴロっと。あっちには滝を作ってみるのとか面白いかも。ほんといいわねこの環境システム。アイデアが湧き出てくるわ。レビア、見つけたわよ。あら、フィオじゃない。よく私の居場所が分かったわね。はーい、私です。あー、龍眼だっけ。こっちの居場所はお見通しってわけ。かくれんぼにいたら迷惑なタイプね。私かくれんぼ好きだけどな。こう隠れて震えてる祈り。いたずらっ子に少しずつ近づいていく過程とかたまらないよね。
あんた、かくれんぼに龍眼使ってるの？あ、いや、どうでもいいけど。そうだ、ピオ。その水着、似合ってるわよ。それはどうもありがとう。あんたも似合ってるわよ。じゃないでしょ、あんたは。普通に雑談してんじゃないわよ。どう？楽しんでる？夏なんだし、羽を伸ばすのも大事よ。私たちガイド妖精は比喩じゃなく羽があるわけだしね。羽を伸ばせなくしてるのはあんたなのよ。フィオったら怒り心頭って感じね。捕まったら大変なことになりそうだわ。当たり前よ、げんこつ程度じゃ済まさないからね。怖い。でもまだ始まったばかりなんだから、捕まるわけにはいかないのよね。逃がさないわ、今よ。おっと、あぶな。そういえば姿が見えないなって思ったら、遠回りして後ろから来てたもんね。観念なさい、逃げ場はないわよ。ハサミ打ちなんて用意周到じゃない。でも残念、ポチッとな。は？ちょ、な、何よこれ。急に上から水が。へえ、建物の上に水を通したんだね。こんなことまでできるんだ。冷たくて気持ちいいんじゃない？この日差しだし、確かに気持ちいいかも。ありがとう。どういたしまして。楽しんでるんじゃないわよ、あんたたち。でもネビア、この程度で私たちを止められるとは。もちろん思ってないわよ。システムを自由自在に操ってる。たった一晩でここまでなんて驚いちゃうな。この子、私よりも新型だからね。初見のシステムに適応するくらい簡単なことでしょう。あのシステム、すごく厄介だよ。あらゆる状況から盤面をひっくり返す力を持ってる。手も合いはね、我が妹ながら。どう？思い知った？これが私の実力よ。私をあがめ、たてまつり、たたえなさい。わかりやすく調子に乗ってるわね。でもそういうこと言ってると今にしっぺ返しが来るわよ。そんなの怖くないわ。今の私は無敵よ。なんか今水面に変な影が。しっぺ返し早かったね。眺めてる場合じゃないわよ。あの魚、ネビは丸飲みして泳いでいっちゃったじゃない。このままじゃシステムを取り返せないね。早く捕まえないと。って言ってもどうすればいいのよ。水場だらけの今の町じゃ魚に有利すぎじゃない。手を借りる。そうだね、困ったことがあるときは誰かに頼るのが一番だと思うな。この町には頼りになる子がたくさんいるでしょ。アメスちゃんならよく見てるよね。確かに知ってはいるけど、それはこいつの記憶を通して見ているだけ。
私自身とその子たちとの間に直接的な絆は。いいからいいから。なんなのよ、もう妙に推しが強いんだから。分かったわよ。だったら誉れ、人探しを頼める。この状況ならあの子がいればなんとかなるでしょ。お任せあれ。それで私が呼び出されたわけか。ええ、いきさつは話した通りよ。まさかこの状況がネビアの仕業だったとはね。いたずらという規模じゃないな。ごめんなさい、うちのバカ妹がしでかしたことのせいで面倒をかけてしまって。いや、気にする必要はないよ。普段からフィオには世話になっているし、何より私の釣りの腕を見込んで声をかけてくれたんだろ。レイ、得意だったわよね。あんたの力でネビアを丸飲みした魚を釣り上げてちょうだい。ああ、できるだけのことはしよう。だけど、私だけで釣るのも効率が悪い。君とフィオもどうだい？釣り竿なら持ってきてるからさ。え？私も？釣りなんて私、やったことないんだけど。はいはい、そう言うと思ったわよ。仕方ないわね。あんたちゃんとやり方教えなさいよ。まずは針に餌をつけて、こんな感じでいいの？竿を握って肩の力を抜けばいいのね。おっと、私も準備をしないとね。誉れ、そっちは？そろそろだよ。魚影がもうすぐこの辺りに差し掛かりそう。便利なものだね、遠くを見通せるというのは。時に誉れ、今度釣りについてきてくれないか。いい魚群探知機見つけたみたいな顔されても困っちゃうな。あ、来た来た。あれか、一目瞭然だな。君、フィオ、行くよ。釣り針を投げ込め。投げればいいのね。それ。ねえレイ、ここからどうしたらいいの？静かに。釣りは自分の心との戦いだ。魚が食いつく時まで心静かに待つんだ。うん、分かったわ。バカなくない？ねえフィオ、そこにいるわよね。いるわよね。聞こえてる？ねえ、届いてる？釣れないわね、ネビア。釣れないな、ネビア。釣れないね、ネビアちゃん。え？これ、思いっきり引っ張ったらいいわけ？あんた、手伝いよ。伝わるグレートトゥンヌスほどではないが、なかなかの大物だね。やっと解放された。さあ捕まえたわよ、ネビア。今すぐランドソルを元に。お断りよ。ぬるついて捕まえられない。
私の中にいたからか。助けてくれたことには感謝するけど、それとこれとは話は別よ。それじゃあね、バイバーイ。ああ、体が魚臭い。あらら、見事に逃げられちゃったね。ネビア！どうやら鬼ごっこはまだ続くようだね。ひとまず私はこのトゥンナスをどこかへ話してこよう。手伝ってもらったのに悪かったわね、メイ。悪いことなんてないよ、フィオ。君がそんな風に動き回ってる姿を見るのはなぜか懐かしい気がしてね。ルイ、私も後で合流するから、君たちは早くネビアを追うといい。そうね、行くわよ、二人とも。はーい、私も今度ルカ誘って釣りにでも行こっかな。の飛び回る姿が目撃されています。その妖精が通るたび街がどんどん変化していくそうです。ネビアちゃんですよね。いたずら大好きですし、このまま放置しておくのはまずいかもしれません。どう対処いたしますか？仕方がありません。王妃よりギルド管理協会を通じて国民の皆さんに一つ発令しましょう。指名手配でしょうか？いいえ、せっかくの夏なんですから、思いっきりこの騒ぎに乗っかっちゃいましょう。おい、聞いたか？小さな妖精が街を飛び回ってるんだってよ。そいつを捕まえたら王宮から褒章が出るんでしょ？王宮ディナーにご招待だって。僕、妖精さんさっき見かけたよ。よし、友達を集めて捕まえちゃいましょう。虫取り網用意しなきゃ。レイドイベントっぽくなってきたね。もうペコリーヌちゃんとの騒ぎを大きくしてくれちゃって、国を挙げてのお祭り騒ぎになっちゃったじゃないの。王宮ディナーか、ペコリーヌちゃんらしいうまいやり方だね。これならギルドだけじゃなくて街の人たちの手も借りられるし、何よりこの状況を楽しいものにできるもんね。手が増えることを歓迎するわ。ネビアの逃げ場を減らせるし。だけど捕まえるのは私たちよ。誰よりも先に文句言ってやらないと気が済まないわ。アメスちゃん、そんな風に怒れるんだね。え？うん、恥ずかしいところを見せたわね。つい感情的になっちゃったわ。そっちの方がいいと思うよ。ね、君もそう思うでしょ？そうなの？でも、今
さらねじくれちゃった性格なんて変えようがないわ。どうしても見たいって言うなら今度夢の中であんただけに見せとくよ。あざとーい。そんなことよりネビアよネビア、さっさと捕まえないと。ホマレ、あの子の現在地は？繁華街にいるね。でもこんな開けた場所にいるなんて。あれ？しかもここだけ見た目の変化がないよ。あからさまに誘ってるわね。いたずらを仕込みまくって準備万端にしてるに違いないわ。龍眼じゃ仕掛けの内容までは見えないからね。あ、笑ってる笑ってる。これは見られてるのも承知の上だね。自分のいたずらに自信があるのね。このまま普通に追いかけっこしてるだけじゃあいつの仕掛けるいたずらに飛び込んでいくようなものか。だったらどんな手を打つのかな。誉れ、探してほしい人がいるわ。いた。今度こそ逃がさないわよネビア。フィヨットらやっと来たの？待たせすぎよ。退屈しちゃっていろいろ仕込んじゃった。打ち合わせ通り3人で一気に行くよ。え飛んで火にいる夏の妖精ってね。そこは乱気流を。よっと、本当にあったわね。おお、乱気流を避けた。でもまだよ、その後は風で足止めした後上から水を落とすんだよね。残念、引っかからないよ。なんですって。じゃああんたはどう。どんくさいあんたじゃ私のとっておきは避けられないでしょ。嘘、とっておきの落とし穴が。なになに、どうなってるのよ。私の用意したいたずらが次々とかわされていくんだけど。気づいたようね。いや、どういうことよ。まるで私の思考を読んでるみたいじゃない。残念だけど私にも誉れにもあんたの考えなんてわからないわ。だからね、協力してもらったんだ。いたずらのプロフェッショナルにね。いたずらのプロフェッショナルですって。ねえねえ兄ちゃん、鬼ごっこはもうおしまい？みそぎ。みそぎちゃんだったら他にどのあたりにいたずらを仕掛けるかな。ねえ、あの家からドカーンって水が飛び出したり、あの辺の階段を滑り台にするとかも面白いかな。にっくり当たりのようね。ぎっくりっていうものなんだね。それにしても正直みそぎちゃんがここまでネビアのいたずらをトレースできるとは思わなかったわ。将来がちょっと心配ね。これでもうあんたに打つ手はないわ。このふざけたイベントも終わりよ。予期せぬ強敵ね。お子様の思考回路は侮りがたいわ。誉れ姉ちゃん、約束のご褒美は？わかってるよ。私のギルドには面白いものがたくさんあるから、派手なのをいくつかあげるね。子供に何あげようとしてるの？お子様の思考回路か。ねえみそぎ、そんなご褒美よりもっと楽しいものがここにあるわよ。
町を好きなように変えられて、落とし穴も作り放題よ。落とし穴作り放題？私と一緒に遊びましょう。街も歩けなくなりそう。そいつらの言うことなんて気にしなくていいのよ。ほらみそぎ、空を見てごらんなさい。綺麗な虹が出てるでしょ。こんなのも自由自在よ。すごい。お菓子、ちょっと弱いのよ、あんたの誘惑。オークションめいてきたね。みそぎちゃんオークションだ。みそぎ、あんたのお家にプールを作ってあげましょうか。プール？本当に？ああ、これは聞いたね。子供の憧れだよね、お家プール。みそぎちゃん、私たちに協力するって約束したわよね。約束を破る悪い子はお仕置きされちゃうわよ。こっちの怖いお姉さんに。お前、なんで無言で私を見つめるの？もしかして傷ついた？悪かったわね。だからあんたまでネビア側に寄らないでもらえる？フィオットらダメだ。そんなにピリピリしてちゃ人の心なんてつかめないのよ。仕方ないじゃないのよ。久しぶりなのよこういうの。こいつのそばにずっといた頃なら自然とできたけど。本当？あら、なに？みそぎの心はもうこっちのものよ。あんたに何ができるっていうのかしら。この環境システムよりいいものが出せるの？兄ちゃん？え？まさかあんた？ドッキー、ドッキー。てる。わかっています。え？
に行くんですか、町を。あ、はい。団長として現場で働く団員たちの陣頭指揮を取る必要が。鎧脱いでみてもらえませんか。なぜですか。とっても気になるからです。いえ、陛下の思っているようなことは全然。失礼しますね。陛下。見ないでいただけると。ずるい。いえ、遊びに行くわけでは。万が一に備えて着ているだけで。ご存知ですよね、私は人前で鎧を脱げませんし。私も遊びます。突撃準備。みそぎ特別顧問、よろしく頼むよ。任せて。おっちゃんたち、いたずらの場所はみそぎに任せてね。みそぎ特別顧問に連れてけ。やれやれ、まさかナイトメアまで出張ってくるとはね。国全体に異変が起きている以上見過ごせないよ。その割にはみんな浮かれているように見えるけど。連日の暑さで団員たちも参っていたからね。この異変のおかげでみんなの鬱屈とした気分も晴れたんじゃないかな。おかげというのもおかしい気はするけれど。そうか。ところでペコリーノは？聞かないでほしい。なんなのよこの数。実界戦術とはなかなかやるじゃないの、フィオ。大きいだ。さっきからなんで私は大きいディナーって叫ばれてるの？諦めなさい。あんたに逃げ場はないわ。こっちはメンツも揃ってるからね。今ならまだ笑えるお仕置きで済ませてあげられるよ。参考までにどんなお仕置き？急に聞かれると困るわね。困れ？なんか効果的なの知ってる？笑えるお仕置きだよね。自分で言っておいてなんだけど、私が考えると笑顔が消えちゃう系しか出てこないかも。何それ、怖い。私だと甘さが出ちゃうし、誉れだとやりすぎちゃうね。そうだ、あんた考えなさいよ。あんたの発想ならいい感じに笑えるお仕置きになるでしょ。時間におしゃべりの刑を執行する方向で期間を定めなきゃだね。1月くらいにしておく。
あと逃げた時のペナルティも必要だと思うな。ダメだわ、詳細を詰め始めた。こいつらもマジで。いや、おしゃぶり扱いなんて二度とごめんよ。そもそもゲームはまだ終わりじゃないわ。絶対に捕まってなんかやるもんですか。あんたこの後に及んでまだ抵抗する気？環境システムのトラップはもう私たちには効かないわ。さっさと諦めて早めに投稿することをおすすめするわよ。環境システムだけが私の手札じゃないのよ。おあつらい向きにこんなにいっぱい人がいるんだもの。懐かしのあれやっとかなきゃね。まさか、待ちなさい。広がりなさい、幻影湖の霧。これってみんなこの霧に触れちゃダメ。フィオったら忘れちゃった。この霧の影響を防ぐ方法なんてないわよ。触れたら最後、周りのものがみんな敵に見えちゃうの。面白いわよね。なんだ、いつの間に魔物に囲まれて。私がいながら町への侵入を許すとは。だが人々は私が守る。なんだこの魔物、妙に手強い。だけど私だって。ああ、プチトマトがいっぱい。やだやだ、みそぎ絶対食べないからね。みんな、どうどう、人を集めたことがあだになっちゃったわね。まあ安心なさい、怪我させる気はないからさ。レイとジュンさんは魔物、二人でぶつかり合ってるうちは問題ない。みそぎちゃんはプチトマト。あら、ちょっと懐かしい気がするわね。彼女たちのこと一方的に知ってるっていうのも心苦しいものね。はあ、ほんと優秀な妹ね、あんたってやつは。えへ、褒めてないわよ。もういい、こうなったら私も全力で。力ずく？力ずくできちゃうの？だったら私も抵抗しちゃうわよ。こいつを使ってね。あれ？まさかあんたまで。この霧ってところかしら。誉れでさえも防げないなんて。さあどうするどうする、心強い味方が最強の敵になっちゃったわよ。うっさいわね、あんたそんな余裕ぶってるとすぐにしっぺ返しが。無差別魔法？
ときなさい。ゲーエコの霧の性質を考えれば、たとえあんたでも容赦なく攻撃されるわ。誉れに何が見えてるのかはわからないけど、あの攻撃は尋常じゃない。厳しいこと言ってごめんね。でも、あんたじゃどうにもならない。それにね、幻覚を見ているとはいえ、あんたに攻撃を仕掛けるなんて、そういうのは誰にとっても残酷ってもんでしょ。それにしても誉れ、何が見えてるのよ。こんなにも力を闇雲に連発するなんてらしくもない。誉れ、あんたの敵って何なの。冷静なあんたがこんなになるなんて。まだ残ってる。今なんて、何が残ってるの。睡眠時間を削れば間に合う。本当のデッドはまだ先のはず。これ締め切りじゃない。激しいです。こんなの当たっちゃったら空間
ゴンズティア。大技ばかりで隙だらけね。今よ、取り押さえなさい。動けないよ、しっかりと掴んでなさい。ここからはぶっつけ勝負。どうやって正気に戻す？思いっきり引っ張っとく？いいえ、やっぱり一番効くのはこれが一番効くわよね。もう大丈夫だよ。おまれ、意識は戻った？ごめんね。幻影湖の霧があんなに強力なものとは思ってなかったよ。視覚じゃなくて意識ごとを誤認させる感じなんだね。まああれは特殊なものだから初見じゃ防げないわ。でも大したものよ。ちゃんと正気に戻れるなんて。本来ちょっとやそっとじゃ解けないの？そうだね。それともちょっとやそっとじゃないことされちゃった？アーメスちゃんの意地悪。ところでねえ、そろそろ話しても大丈夫だよ。それとももうちょっと私の感触を楽しみたいのかな？私からするとありがとうだよ。約束通り今度手伝ってもらうね。一緒に締め切りと戦おうね。それよりなんか私霧にかかってる間変なマッチメイクされてなかった？あれ、もうおしまいですか？もう少しで空花の水着がポロリとなるところだったのですが。空花ちゃん、ありがとうね。体を張ってくれて。私の攻撃強烈だったでしょう。はい、もう少しで水着が全て弾け飛んでしまうところでした。本当に惜しいところだったのですが。ジュルリー、意識が奪われてたとはいえ、無傷。もしかして水着だけを破るためにうまくダメージを避けてた？世界って広いな。急の中で水着に着替えても虚しいだけですね。
ね。でもおめでとう。お疲れ様。走り回るフィオを見るのもなかなか新鮮だったよ。あ、縄とかいりますか？縛る用のやつならクーカ持っていますが。クーカ姉ちゃんすごいね。何でも持ってるんだ。子供って純粋だね。どうやら解決したようだね。これで陛下も。いや、何でもないんだ。それより少年たち、おめでとう。約束通り、国から報奨を出させてもらうよ。いや、別にいいわよ。これはただの身内の恥なわけだし。そうもいかないさ。周りを見てごらん。したのか、申し開きがあるなら聞いてあげるわ。そこに環境システムがあったから。困れ、変なこと吹き込まないで。捕まった以上洗いざらい全部話しなさい。いくらなんでもただいたずらしたかっただけじゃないでしょ。そう思う？ずいぶん私も信用されたもんね。私のいたずらに理由なんて。アメスちゃんのためだよね。ん？あ、私の？聞いてたよね。アメスちゃんに楽しんでるって。ちょっと、憶測で勝手に語らないでくれる？そういうの別に私は求めてないのよ。言いたくないの？仕方ないな。じゃあ君、あーん。わかった、わかったわ。話す、洗いざらい話すわよ。やっほー、フィオ来たわよ。来たって何よ、別に呼んでないわよ。冷った。それが愛しい妹に対する扱い？せっかく顔見に来てあげたのにさ。こっちはいろいろと忙しいのよ。あいつの記憶の整理こまめにやっとかなきゃだし。ねえフィオ、あんた最近楽しい？何よ突然。ほら、私とあんたってさ、外に出られるようになったわけじゃない？ちゃんと楽しんでるのかなって気になったのよ。別に楽しむ必要なんてないわ。私の役目はあいつを導くこと。私自身はどうとか無関係よ。でもフィオ、あんた昔はもっと外を飛び回ってたじゃない。あいつと一緒に。その頃はもっと生き生きしてたでしょ。それは昔の話よ。今の私は姿も名前も違う。フィオだった頃には戻れないわ。はあ、やだやだ。フィオったら真面目なんだから。もっと私みたいに気ままに生きたらいいのに。私は私のやるべきことをやってるだけよ。やるべきことねえ。それってフィオとして？それともアメスとして？ほら、顔見に来ただけならもういいでしょ。あんたはくれぐれも面倒ごと起こすんじゃないわよ。尻拭いするのは私なんだから。はいはい、尻拭い。
させてあげようじゃない。思いっきりなんか派手にいたずらできるネタ探そうっと。つまり私を昔みたいに戻すため？そんなことのために？そんなことかな。だって私は覚えてる？あんた前に言ったじゃない。私たちには人肌のぬくもりは幸せを感じる機能なんてなかったのに、私それを与えられたの。人間たちと同じ尊い感受性を、自我を、人生をもらったのってさ。最初にあんたを見つけた時だったかしら、あんた幸せを感じる機能を手に入れたのよね。人間と同じ感受性を、自我を、人生をもらったのよね。でもなんか私には楽しそうに見えなかった。分かってるわよ、あんたには使命があって責任があって覚悟があって。私はそういうの全然持ってない、無責任なやつだけどさ。それでもなんとかしてあげたいじゃん。幸せを感じられるのならなおさらさ、感じるべきじゃない。フィオ、あんたはこの名前を使おうとしないけどさ、私にとってあんたはフィオよ。いつもそいつと広い世界を飛び回ってたお調子者の妖精なのよ。戻ろうと思えばいつだって戻れるじゃないの。使命だの責任だの覚悟だの変な意地張って、みんなと距離を置かなくてもいいじゃない。レビオ、ねえ、あんたはどうだった？今日一日フィオと一緒にいて。再構築が行われるよりも前の物語、彼から抜け落ちた記憶のかけら、私にも見ることができない、きっとかけがえのない思い出。やっぱり特別なものだね、君とアメスちゃん。フィオちゃんの関係、本当にバカな妹ね。分かってるわよ。でも、ちょ、何すんのよ。やっぱり暖かいわね。今日一日あんたに振り回されてばかりですっごく疲れたけど、久しぶりにこいつと一緒に走り回れて楽しかったわ。あんたの思いで幸せを感じられた。ありがとうね、ネビア。それなら私もいたずらした甲斐があったってもんだわ。何を偉そうに。どうせあんた半分はいたずらしたかっただけなんでしょ。ないわよ。もっと妹を信じてよな。まったく困った子ね。人と何一つ変わらない姉妹の絆か。本当に不思議な二人だね。そうだ、そろそろ町を元に戻さないとね。ネビオ、逃げるんじゃないわよ。はいはい、わかってるわよ。ソルジェネレーターを起動してっと、ポチッとな。何も起きないわよ。
が降り出したんだけど。あ、待ちなさいよ。ポチポチポチっと。連打。いつもより周りに見られてる気がするかも。敵意は感じないけど、やっぱり水着だといろいろ見えちゃうからかな。ほら、尻尾とかいろいろね。あ、興味ある？いいよ、君になら尻尾の付け根まで見せちゃうよ。はい、ということで幻惑の妖精、真夏の国で舞い踊る影やってみました。前編ですね。次回後編をお届けいたします。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。